片町スクランブルナイト、まずは夜の片町紹介です。はい、スタジオにはラウンジモアナからカシーミノリママにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すみません、なんか絵面的にこう二人がちょっとわちゃわちゃしているところで、ね、素敵な黒のお衣装で、ありがとうございます。ね、そしてあのミノリママ、うん、こう入ってくるなりでなんなんですけれども、はい、誰かに似てるって絶対言われてますよね。よく言われます、ね、見たことあるんですよ。あの三浦アナに似てるって。はいはいはい、はい、水戸ちゃん、はい、雰囲気がね、やっぱり優しい、はい、ふわっとした雰囲気がそっくりですよ。ねえ、あまり優しいって言われたことないです。そうなんですか、はい、やっぱりご自身でも寄せてるんですか少し。寄せたわけではないんですけど。マラソンとかも走っては走ってもないんですけど。走ってもないですか、はい、いやでも本当あの片町の水戸ちゃんが、こちらのスタジオやってきてくださいましたけれども、ラウンジモアナ、はい、モアナって、意味合いで言うと、はい、海とか。あ、はい、そうです、海っていう意味なんですけど。あとは大海原みたいな。そうです、そうです。何語なんですかねこれ。なんかポリネシアン諸語でそのように言うみたいなんですけど、はい、ということはやっぱり何かこうそういった南の海がお好きだったりとか。そうですね、はい。お店の雰囲気もそういった海をモチーフにされてたりとかするんですか。はい、あの白とブルーを基調にしていて、あのちょっと海っぽく仕上げてます。爽やかな感じですね、はい。でも大好きな、ね、海のような仕事場、はい、お店ってなると、気持ち的にもやっぱり上がるでしょう。そうですね、もう毎日こう夢のような、はい、空間でお仕事させていただいてます。ね、お客様もきっと癒されるでしょうね、海っていう感じは。そのようだと嬉しいです。でもあれですよね、まあまあ別にあの水着でお店に出てらっしゃるわけでは。それちょっととっても迷惑ですよね。そんなことないですよ。お金払って帰らなきゃいけない。ね、こうシックな感じでね、皆さんいらっしゃるということですけれども、オープンされたのっていうのはちなみにいつ頃なんでしょう。あ、昨年の8月8日、20日、あ、じゃあ8日ですね。8月の8日、はい、ということはまあ1年とちょっとぐらいは経って、はいはい、まあ、ひと季節よ四季をね一回りされたという感じだと思うんですけれども、はい、オープンからここまでっていうのは振り返ってみていかがですか。まあ、大変なこととかもありましたけど、うん、まあ、今は本当にあの女の子たちもお仕事に慣れてくださって、うんうんうん、あのこうモアナ自身のモアナ自体のお客様もあのこう増えまして、うん、あの毎日楽しく過ごさせていただいてます。そっか、スタッフ何人ぐらいいらっしゃるんですか。あ、バイトも含めて 4,5 名なんですけれども、はい、やっぱり皆さん海がお好きな。ちょっと特にインタビューしたことないですけど、おそらく好きでいてくれてると思います。はい、お客様っていうのはどうですか、地元の方が多いですか、それとも観光客の方とかもいらっしゃるんでしょうか。やっぱ金沢で今こうコンベンションとかが多いので、あの県外のお客様もあの多く来て、もちろん地元のお客様もいらっしゃるんですけど、あの、はい、分かるもんですか、お店入ってこられて、あ、この人来た地元だなとか。私あのね、あの見ての通り食いしん坊なので、いろんなの居酒屋 の、 あのママさんとか、あのこう飲みに行った場所のママさんとかマスターとかが、あの県外のお客様だよってこう紹介してくださることが多いので、はい、なので、あ、誰々さんからの紹介のっていうことで、はい、そういったご紹介のお客様もいらっしゃるということなんですけれども、はい、次元さんというか初めていらっしゃる方っていうのはどうなんでしょうか。あのもちろんいらっしゃいます。あの、まあ、飛び込みでバーンとこう入ってくるっていうのは、うん、まあ、あのエレベーターの下であって、うん、あ、お姉ちゃんお店どこって言われて、はい、来ていただけることもあるんですけれども、水戸ちゃんだ。あ、記念撮影させられることもあります、ね。はい、そういうこともありますけど、じゃあそういったお客様も OK、はい、あ、大丈夫です、はい、 OK しております。はい、そっか、ね、一元さんも OK でおなじみの方も増えてきて、はい、ね、となると、そっか、ママ自体は、はい、あのお店オープンするまでっていうのはどちらかのお店でスタッフでお仕事されたりしてたんですか。はい、 あのクラブリエさんにお世話になりました。はい、はい、もう リエママのリエママのお店、はい、桜子専務、桜子さんもおいでるし、はい、とってもお世話になりました。でクラブリエでは、はい、チーママもなさってたと。あ、そうなんです、チーママさせていただいてました、ね、ですからもう、ね、そういった、スタッフとしての気づきの部分だったり、はい、あるいはこう運営する側の、はい、ね、
キャストさんをうまいことこう回していくといいましょうか、キャストさんとの運営側のスキルといいましょうかね、もうバッチリだとは思うんですけれども、自分のお店と、まあはい、リエのお店と、はい、まあ、やっぱりなんかこう景色が変わったりする部分ってありますか？あのまずキャパシティが全然違いますので、ええ、あのリエの時はこうお店が広くてですね、女の子の数もたくさんおりましたので、あのそれこそあのお客様の好みを把握して、あの子呼んであの子呼んでっていうのができるんですけど、あのモアナはこうスタッフの数が限られてるので、そういう、こう慌ただしい、もうあの子呼んであの子呼んで、こう目まぐるしく変わることがない分、逆にあこの子あのお話ししてみたらいい子だねとかって言って、こうじっくりとゆっくりしていただけることが増えましたね。はい、はい、いいですね、それね、そうじっくりと、じゃあ、うん、お話もしやすい、こう落ち着いた感じなのかな。あ、そうです、カラオケがなくて、あの私はカラオケ歌うのもあの聞くのも好きなんですけれども、うん、やっぱりこう女の子との会話をこう楽しんでいただきたいので、うんうんうん、あえてカラオケは置かずにさせていただいております。うん、ね、ここもね、多分そのお店らしさっていうところであると思いますけれども、うん、その分じっくりと、はい、ひょっとするとこうね、あの女性との距離もぐっと近づくようなところもあるかもしれないですね。はい、そうですね。はい、そっか。で、基本情報ちょっとね、順番前後しましたけれども、うん、はい、営業時間とかお店のお休みのところとか、はい、あとお店の場所についてもですね、改めてちょっとおさらいいいですか？はい。ね、あ、場所は、場所はあのパッションの4階になります。うん、はい、はい、で、バス停の前ですよね。あ、はい、そうです。そして、営業時間が、はい、20時から1時となっております。はい、あ、じゃあもう今日もオープンして、はい、もうお客様が、あのおかげさまで入っていただいてます。忙しいところで、すいません。申し訳ない。ありがとうございます。はい、そしてお休みは？お休みは日曜祝日ですね。はい。はい、ということでございまして、ね、うん、一元さんも OK よということでございます、うん、はい、でやっぱりこうやってお話伺ってて、ね、どんなお店なんだろうってか、またお店での雰囲気もね、はい、多分照明の感じとかも違うし、お店にちょっとお邪魔したくなりますよね、はい、ありがとうございます。お店でのミトちゃんがどうなの、はい、もうすっかりミトちゃん呼ばわりしてますけれども、ね、もうお酒が入ってるのでまた別人だと思います。またそういう面も見てみたいなっていう感じ。 ありがとうございます。結構あれですか、進む方ですか？深酒の日々です。楽しそうです。そのあたりもがっつりとね、はいはい、そうですね。あ、ハロウィンイベントとかっていうのは近々あったりするんですか？一応のこう大々的にはしないんですけれども、あのドレスアップデーということで、ちょっとみんなにおしゃれをしてきてもらおうと思っております。そうなんですね。で、なんでもね、近々スタッフさんのバースデーなんかも、あ、はい、あのうちの店長やっておりますまいこちゃんの誕生日が11月8日にありますので、はい、土曜日ですが、皆様お忙しいと思いますが、ぜひお待ちしております。ちなみにママのバースデーは、私は2月18日です。あ、じゃあバレンタインとホワイトデーの間あたりになりますけれども、ぜひぜひチェックいただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後になりますけれども、ママからですね、この金町スクランブルナイトをご覧の皆さんに、カメラに向かって一言メッセージいただきまして、はい、はい、今日お別れしようと思います。今日はあのご清聴いただきありがとうございます。片町があの盛り上がるように、私も一生懸命頑張りますので、またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここではラウンジモアナから菓子みのりママにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。片町のみとちゃん